エーペックスね、あ、そうそうそう、なんか同ランク帯がいない、ルーキーが。え、でもあれだよ、ランク関係なくできるよ。え、いや違うんだよ、なんか高い人と行くとさ、ちょっとさ下げちゃうじゃん。いやいや関係ないよそんな。いやいやいや、あれ、あの気にしてる人いません。いや本人はそうかもしれない。うん、でもそのオタクに言われるから、おめえ俺の推しのランク下げてんじゃねえよみたいな。僕のオタク、僕の推しのなんだかちゃんのランク下げないだろう。そう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 言われんのよ。だから同じぐらい下手なやつとやりたいの。あー、いやプラチナなんでしょ。は、あ、まあ、うん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 、あー、いやでも、いやでも大丈夫でしょ、プラチナいっぱいいるよ。いやもうルーキーだから今。ホロライブでやらないの？ホロライブで。ホロライブね、たまにやってんだよな、うん、みんな。いや、そうなんだ。集まって、じゃあ3人集めてで、ランクいったらいいじゃん。うん、うん、うん、あ、まさきさん、これ聞いちゃいけないやつっすよ、多分。ちょっとあれか、はず、いや、なんかすごい好きな先輩がいるんだけど、うん、その先輩がエペックスやってんだけど、ちょっと2人きりは、ちょっと、うん、徳山とわさんだろ、で、あ、黙れ。ちょっと先輩2人っきりはちょっと緊張しちゃうし、3人でやるとちょっともう1人のことをぶち飛ばしたくなっちゃうから。でもいや、デュやればいいやん。いやちょっとデュはちょっと、あ、チョコ戦とか確かにね、たまにペコーラがやってるから、ペコーラとやるか。ペコーラ、ペコーラと。あの人はどれぐらいなの、強いの？え、強くないって信じてる。いや、ペコーラ頼む頼む、下手でやってくれ。あ、まあまあうまいんだ、やべえ。ちょっとなしになった、なしになった、なしになった、なしになった。コールがえぐい、ホロライブフルパーティーみたいな。まあどうしてもやだけ、俺がサバが持ってくるわ。え、ダメだよ。エイムアシストなしでやるわ。ボケが、いや、下手。ゴールドのエイムになります。エイムアシストないと。嘘つけ。え、ガチガチ。本当よ。スマーフ、あの、ふぶきさんとかいいな。確かに。ちょっとね、でもみんな忙しそうなんだよね。いやー、うん、そうね。こんなに暇そうな人いないよ。いよね、え、忙しいでしょ。え、自分っすか。あなたも。うん。え、自分マジで、あ、明日ライブあるから、その、明日まですごい、ガン詰めだったけど、うん。明後日以降ガチ暇すぎて、うん。3月の頭まで、うん。何しようって感じ。うん。もう寝よって。持ってる。寝よ、冬眠。うん、冬眠します。でも全然そってくれたらやるからゲーム。嘘つけ。は？は？は？嘘つけ。エペ。されたエペだろエペ。エペもうそんなやんないよ、ずっと今開幕だからやってるだけだよ。あ、そうなんだ。うん。マジで誘える人がいないな、でも。